キュウリ、これです。というわけでやっていきましょう、今回もセンチャレ。まあ、今回は、まあ、みんな大好き、こちら、J ドリームさんのしっとりブレンド4。また出たよ、来たよ、みんな大好き。まあ、スクイーズ系はさ、まあ、俺苦手やけど、まあ、ぜひぜひ、こういうのも、ちょこちょこ、みんなの好きなものをやっていこうかなって思ってます。いくよ、一回いきます。どうしよう。バナナの香り、メロンの香り、イチゴの香り。あ、ミルクはね、今。まあまあまあいいでしょう。まあ、とりあえず何が好きかって言ったらバナナが結構好きです。僕はこの中やったら。だからまずは狙います。あー、怖えこれ。あ、これ回転するやつやった。間違えた、ミスったー。あ、でももしかしたら。あー、そんな夢物語ねえよな。2回目いきます。OK、来た。もう上がりました。取れる。回転できるってことが分かりゃ、こっちのもんです。ほいっとー。あ、ちなみに標的変えました。もうもうダメなんだけど、ダメなんだよ。諦めが肝心な男だったら。あ、ひっ、待て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 、なんかもう待てって言ってんだろ。あ、口悪い口悪い3回目いきます。ギリギリ差し込む感じ、持ち上げるってより押し込む感じ。わかる、わかんない、わかんない人はもう俺を置いていきます。そう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 、あ、そう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 、そうよ、そうよ、そうじゃないのよ。あんな、そうだ。やばい、いきます。もう一回同じ作戦いきたいな。それダメだったらもう諦めるわ。そのやり方をね。あれは差し込んでくんねえかな。苦しい。いけるいけるいける。次いけるわ。壁が高えよ。巨人もびっくりだよ。ごめん、いきます。ちなみに今の壁が高いっていうのは、あれね、進撃の巨人ね。わかる？もうちょっと沼沼沼沼沼ってる沼ってる。6回に行きます。頼むってマジで、もう1回持ち上がれ。いける、絶対いける。もう綺麗、打ち切れじゃない、やばくない、芸術。おっしゃ、あーかかっちゃったよ、変なことしてたら。絶対これそんな難くないと思う。6回で言った俺はあれだけど。というわけでしっとりブレッド、もちもち甘い。わかりません。開けなきゃわかりません。J ドリームさんのスクイーズ。雰囲気ね、綺麗に真ん中に入ったら、取れそう。あ、取れるとは言わない。取れそう。な感じでした。ぜひ皆さん、ちょっと人気多分絶対あるから、早めにゲットしてください。というわけで、次に小林さん。バイバーイ。取れてる、取れてる。どれも、あんまり好きじゃない。そういう話しねえから。メロンはまず食べると脳が痒くなる。うるせえ。そうそうそう、消去法ね、消去法。消去法ね。うん。半面しか焼いてないから、両面焼いてあげてる。両面焼き上げる。両面焼き。ちょっとそういうおもろいこと言うのやめてくれる？ちなみに俺6回だったから。6回？はい。6回で取れたら、はい、勝ちでいいよ。よし。そんな甘くねえんだって。もうもう焼き上がり頃だから。なるほど、うん、早く出してあげないと焦げちゃう。可愛くいちご。なるほど。そうそう、女の子はやっぱりね、いちごが好きだから。そういうわけではないと思うけど。そう。ちょっと女子力上がるかなって。うるせえな。違うかな。お、いや、やっぱね、違うな。あ、やばい、惜しいな。もう無理だろう。狙い変えようかな。変えた方がいいと思う。うん、食べると喉かゆくなっちゃう、メロン。いや、食べなくていいから。いや、マジで綺麗に入ったら取れるんだって。なるほど、うん、横にすればいいのかな。いや、それか俺がもう単純にうまくなりすぎたかもしれない。あ、うん、うん、そうですね。そう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 、あ、そうですね。あお前のせいで尺が長くなりつつあるんだよ。食べながらクレーンゲームは難しいってことはよく分かってください。最後焦げちゃうからね。責任持って取ってあげて。はい。機械で取れるってことを、はい、ちゃんとちびっ子たちに教えてあげて。はい。私みたいな素人でも取れるんだって。はい。私でもできるんだって。はい。ああ。下手くそ。まだ焼いてほしいみたいだから置いとく。このシリーズ続けるのかな。皆さんチャンネル登録は済みですか？もしこの動画を気に入ってくれたら下のチャンネル登録のアイコンまでクリックしてください。あとコメントや高評価もぜひお願いします。